顔色が悪い。ごめん、今日もちょっとちょっとビビってんだわ今日。ホラゲーだからよ。ゼロやると肌白くなっちまうからよ。あ、やばい、目覚ましが。わあ。さあ、七の国やっていきましょう。さえ。マイラ、遮蔽機と懐中電灯を地下に落としちゃったんだよ。何？おい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 、待て。止まってた。おいおいおい。お姉ちゃん。おい、即死じゃねえかここや。ちょっと待てちゃう。なんかさ、追いかけられる系ってメンタルに来るから一番やばいんだよ。ああー、ムービーが入るのね。どっちにしろ、ここ開かなかったら終わっちゃうよ。ねえ、待って待って。おお、危な。廊下でムツキの妹を見かけた。え、待って、ムツキ、イツキ、イツキって妹いんの？彼女はひどく怖がりで、いつもは家人以外のものが来るとすぐに押し入れに隠れてしまい出てこないのだけれど、今日は違った。イツキから何かことづかっているのかもしれない。なんかもう怖、なんかここの家怖いな。遮蔽機がないからめっちゃ怖い、ここ。なに、カラカラ言わないで、やめて。あー、ばー、はい、大さん。八重お姉ちゃんのせいで、いつきお兄ちゃんはどこかへ連れて行かれてしまった。どうして、お兄ちゃんは悪くないのに。全部あいつが逃げたせいなのに。この赤い表紙に来たもん、これ、あれだね、妹？ねえ、おい、後ろ！ねえ、待って、開けろじゃない、お前もう入ってきてんじゃん。え、待って、死、え、待って、死んじゃう。え、これまずいよね。あ、なるほど。外には出られないから上に行くしかない。ちゃんか、ちょっと待って、怖くない？それお姉ちゃんじゃなくない？もう取り憑かれてるって。どうすんの、どうすんの。あ、なるほど。おい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 、終わってねえじゃねえか。どうすんの、行かないよね、怖い。ねえ、怖すぎ怖すぎ、マジでね、怖すぎ。でも合ってるっぽい。え、これ積んだかな。え、無理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 、バカ野郎お前。引っかいてる引っかいてる。お姉ちゃん、お姉ちゃんじゃないよ。待って、入ってきてる入ってきてる、入ってきてるよ、入ってきてるよ。え、無理なんですけど。あ、もう行き止まり終わった。みんな今までありがとうございました。なんか言わせる。もう、お、これ出たら死んじゃうんじゃないの、これ、これ出たら死んじゃうんじゃないんですか、これ、これ。行くぞお前ら、行くぞ。いや、ま、マジで出るよ、マジで出るよ。ダッシュ決めろ。やばい、やばい、早く早く。どうすんの？おい。え、もう絶対開くじゃん、絶対開くじゃん。出てった。本当にいない？行くぞ。
これあれだ、人形取ってきて双子だからそこに置くんじゃないのこれ。ねえもうやばい、取りに行かはあ、いません、いません、残念ですがいません。こいつもさ、はいはい、ナイス、はいナイス。ねえセーブしたい。どうしてあの時来てくれなかった。マジで無理？マジで無理なんだが？マジで無理なんだが？よし！オッケー。え、さすがにさ、今来ないよね？ねえ、さすがにさ、今来ないよね？今来ないよね？はーん！きちぇ！はーん！後ろにいます！ここに。あ、無理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 ！早く！じゃあ逃げ切ったぜ。おい、怖えー、ほー、あのカメラがないと。そうだよ、お姉ちゃんを助けられない。あ、なんか久しぶりに声聞いた。可愛いなお前声が。地下道に戻るのか。よし、やっと射影撃取れるよ。もう恋しかったよ。ふぅー、無理。ナイス、取るよ。はい、ナイス。あー、やったー、地面に射影機と懐中電灯が落ちてきた。もうよーかっ、もう一度。何？屋敷に。お姉ちゃん登ろう。やべー、蝶々いる。やばい、やばいよ。何これ、絶対お祭壇、お祭壇なんですけど。まあ、あのマジでガチ、はあ、もうお前急に来んなよ、びっくりするな。しかもいねえのかよ。こっち行こう、蝶々がねこの先にいるんで。お姉ちゃんも帰ろうよ。やばい、ムービー入りました。セーブポイントが全くないです。ひえ、もう帰ろう、帰ろうよ。いつきくん、いつここに閉じ込められてたんだろうね。八重とさえも、ねえこのさ、なんかさ、この何エヴァンゲリオンみたいな立ち方やめない。使徒じゃん立ち方が。怖い。お姉ちゃん、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 本当にお姉ちゃんなの？ほん、あ、お姉ちゃんか、お姉ちゃんかも。ねねえ、ほん大丈夫これ。おっぱい大事、おっぱい大事、おっぱい。ん？あ、お姉ちゃんだ。お姉ちゃん、なんで、私どうしたの？いつきくんたちは、ねえお姉ちゃんじゃないこいつ。私たち、あー、ねえ無理。おい誰だよパイタッチとか言ってるやつ。パイタッチの引き換えに命がなくなっちまうよこんなの。お姉ちゃんも引いてるじゃん。ちょっとそんな子なんて、そんな子だなんて知りませんでしたみたいな。どうすればいいの？ねえ、やっぱさ、正気に戻すべきだよここで。法政山崎ごみたいにさ、こうビンタしても、あ、ここ相手もあるな。ねえ、蝶野にビンタしてもらおう。ガッデムっつって。この助けてめっちゃ怖い。ガッテム、ちょっとね、もうおい助けてくれよガッテム。
はやいじゃない。あーやばい、めっちゃトイレ行きたい。真壁先生から手紙を受け取った。先に村を出て帰るように書かれてあった。手紙を持ってきた八重とさえに少しだけ話を聞くことができた。もうすぐ次の祭りがあるのだという。そうなると外のものは村にはとどまれないということらしい。先生は特別に見ることを許されたのだ。その先生も生贄なんですけどね。生贄ガッデム。お前ガッデムで済まねえよ、生贄なんて。でね、しかもね、ファイナルステージに向けて、おい、はい、ナイス。うまくない、今うますぎ、今の回避のスバルと呼んでくれ。ガッデム、トイレ行けよ、漏らすぞ。いやだ、スバルはトイレに行きたい時に行くんだ、まだ行かないんだ。ねえ、やばい、怖すぎて目的忘れた。何しに、あ、鍵を探しに来た。何これ、ねえこれさ、ねえこれ、スバル覚えてる、一番最初の家のお化けだ。待って、ミオちゃん、ちょっとミオちゃん、ねえちょっとミオちゃん、鍵ってなんか鍵渡せなかったって千歳ちゃんが言ってたよな。なんか怖がりだから、千歳ちゃんって、千歳ちゃんを探すのか今から。なんだっけ、あ、押し入れだ、押し入れに隠れちゃうんだ千歳ちゃんは。だから千歳ちゃんを見つけて鍵をもらわなきゃいけないんだ、押し入れの中にいる。そうだよね、我らがアイドル千歳ちゃん、なんか千歳ちゃん人気らしい。あ、ここ開けてない。あ、待って、ここ押し入れじゃね。でもいない。お祭りの次の日に樹お兄ちゃんは一人で帰ってきた。黒かったおぐしは真っ白に。もともと黒いんだ、樹くんも。樹お兄ちゃんに鈴をもらった。目の弱い千歳が危ないところに近づいてもすぐわかるように、樹お兄ちゃんは鈴の音を聞いていつでも来てくれるって。それに千歳が隠れて泣いていても樹お兄ちゃんにはわかるようにって。ってことは鈴の音がするはずだ。なんかもう幸せになれ誰か。もうこの村の儀式もぶっ壊そう、蝶野にぶっ壊してもらう。よろしくください。山崎、ああ宝泉でやっ。この花なんかホラゲーだけどすごいしんどい。待って、なんかね、怖い音した今。ええ、なんか、え、ゲーム、あ、雷かねえ怖い。え、なんかさ、でもさ、誰かも言ってた、このゲームのを見るとなんか霊障起こるんで見れないんですっていう人、リスナーさんに言ってさ、結構怖いんだけど、それやめてよ、怖いからってめっちゃ思ったけど。お前か、さんざん探したぞ。そうね、めっちゃ怖いんだけど。今超怖くなかった？マジ萌えキャラじゃないじゃん、めっちゃ怖いじゃん。千歳ちゃん、何？鈴の音がする。大丈夫？ねえ、その距離はやばくない？え、待って、その距離はやばくない？ねえ、お前勇気ありすぎなんだが。あ、日記だ。あねえ、バカ怖いんだけど。千歳何が萌えキャラなの、めちゃめちゃ怖いじゃん。いるいるいる。あナイス、ナイス。何、おい、ね、みんなありがとう、今までありがとうございました。もう終わり、終わり、何も見えないんだが。よし、いた、ナイス、オッケー。はあ、もうめっちゃ怖い。お外もお家も真っ暗になって、お家には誰もいなくなったのに、でもいっぱいいる。
いつきお兄ちゃん助けて、怖いよ、押し入れから出れない、助けてよ。これあれだ、お外もお家も真っ暗になったのは儀式が失敗して、その日を繰り返すようになってみんな死んじゃったからだ。だから誰もいなくなったのに、でもいっぱいいるって言ってんだ。お前ら急に来るぞ、千歳あいつ脅かす能力異様に高いからな。あ、見てほら、お兄ちゃんお兄ちゃんお兄ちゃんってめっちゃ書いてる。怖いけど千歳ちゃんかわいそう、超かわいそう。あ、さっきも見た、スバルさっき気づかなかったんだけど。はい、こんにちは。待って、またバトルなの。いるいるいる、オッケー。いじめてないよ、いじめてないよ、しょうがないだろ。ナイス。かわいそう、ごめん、なんか泣かせたいわけじゃないの、鍵を返してほしいだけなの。わー、よしよしよし、千歳ごめん、いる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 、後ろいます、後ろいます。ねえごめん、遊ぼう、ほらお姉ちゃんと一緒に遊ぼう、何も怖くないよ、お姉ちゃんと一緒に遊ぼう。押し入れみーっけねえ、ほんとにさ、ね、自分が変態みたいで悲しくなる今完全に幼女を狙うさ、サイコパスのセリフだったよ。きつわー、どうせちゃんきちゃー、助けて助けて、うわーどうせー、うわー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 、もうなんかちとせちゃんの泣き声聞いてると悲しくなってくる、スバルも、うわーちとせー、ごめんってば、もう一戦あるだと貴様。後ろです。うおー、全部後ろある。千歳今救ってやる、スバルが。あだよ。よし。やったー。千歳、なんか千歳の話が一番つらい。なんか何にも悪くないから逆につらい。お姉ちゃんが閉じ込められてるあそこに行きましょう。誰かいる。え、待って。キッズたちが、え、アリシヒのムツキ、あ、ここでやっぱりさ普通に暮らしてたんじゃねえ、これは卑怯じゃん。いやこれやばい、このタイミングで見せてくるのやばいわ。うわ、バッドエンド踏みたくない、これ以上バッドエンドにしたくなさすぎる。今回お姉ちゃん持ってきたぞ、お前待て、ほらもうあいつさ脱獄王なんだよマジですぐいなくなるもん。儀式が迫っている、体の弱いムツキを連れて村から逃げることはできない、もちろん置いていくことも、ムツキは何があっても僕を許すと言った、そして八重とサエの二人にだけはこんな思いさせたくない。ねえ本当にイツキとムツキの話泣けるんだが、ムツキとの儀式を終えたら八重とサエを逃がすと約束した。ムツキは蝶になって村に残る、僕もムツキと一緒に、ねえもう村に残んなくていい、捨てよう、こんな村。鍵だ、蔵の鍵か。僕たちが赤にえとなれば八重とさえの儀式は行われずに済む、だがもし僕たちの儀式が失敗したら、これ失敗しちゃったんだよな、そうなると次に祀られる赤にえは彼女たちしかいない、やはりこの村から八重とさえを逃がさなければ、クレハ神社からつながる深い古い深道、昔そっから逃げた双子が出て以来封印されたのだという。双子は逃げる途中に落盤に遭い命を落としたと祭主から、伝え聞いた。哀れに思った祭主より、その印は、その封印は奇跡を祀る朽木に作られた。封印されてはいるが、深道はまだ外には、振動にはまだ外には通じている。封印が解ければ村から出ることができるのかもしれない。振動を抜ければ あとは森の中を走るだけだ。決して振り返らないように。ただ優しすぎる2人にそれができるだろうか。だからこの村から逃げるのには、あのクレハ神社の近くにある道から逃げるんだ。外に
え、やばい、何の音？ねえ、ブニえ、どうすんの？どうすんの？言ってることがしっちゃかめっちゃかすぎる。置いて行かないで。お姉ちゃんを置いていくわけないじゃない。ずっと探してたんだよ。早くこの村から出よう。なんか何があっても許すっていうのがシンクロしすぎて辛い。これはだってさ、救われてほしいだろ、ここまで来たら。なんか平穏、この二人だけでも平穏な。祭りが始まる。始まらないよ。お姉ちゃん、行こう。早くこの村から出ないと。いつきくんに会いたい。また変なこと言い出す。超の来てくれ、こいつ自我が保ててない。What are those pants? お姉ちゃん来てる。いなくなっちゃダメだよ。はい、ナイス。何？迎えに来たぞ。おい、マジ？うーわ、マジかー。祭りの日に最後に会いたいっつって会いに、やばい。え？君たちを逃がすことができれば。あ、いるじゃん。ムツキは許してくれるのかな。ねえ、これ入れんの？ねえ、いつき、お前マジか。もうなんかやばい、泣きそうなんだけど、スバル。ムツキは僕を許してくれるだろうか。彼を蝶にしてあげられなかった儀式失敗したから、ただ殺しちゃっただけになったんだよな。僕と一つになれなかった僕にはできなかった。僕は許してもらえたのだろうか。もう村人とかはさ、もう最悪救われなくていいよ、こいつら悪いから。でもさ、この双子は悪くないじゃんね。風車を探さなきゃいけないんだ。来た、ここに隠しといてくれたんだ。一生懸命隠しといて、これで逃げてねっつってさ、隠しといてくれたんだよこれ。いや、もう義務感がやばい。何としてでもこの二人を救わねばならん。ねえ、バッドエンドだけはやめて、本当にバッドエンドだけは。あ、で死んじゃったんだ多分。はあ、びっくりした。ねえお姉ちゃん、ほんとやめて。おいおいおい、ちょっと待って、取れた、ありがとう。え、そりゃそうなるよな。怖え、死ぬ。いやー、この動き無理が
お役じゃねえかよお前、役じゃねえか。次の風車を探しに行きます。あと1個だ、早いね。古い文書の中に神道と書かれた地図を見つけた。儀式に使われる地下洞窟らしいが古いものらしく全ては読み取れない。その一部は村の外にもつながっていると記されているようだ。神社境内にもその入り口があるとのことだが封印されて久しいようだ。あの双子あれだ、なんか前に逃げ出した双子がいるとか言ってる。前になんかさ、そこから逃げ出した双子がいたんですわみたいな話してたから、その八重とさえじゃない一個前の双子かな。それじゃあこっから行こう。よし、中入るぞ。ここだ。あー、ここは入れないんだ。なるほどね、違ったわ。全然違った。ドヤ顔でさ、絶対あそこっちまなーとか言ってたのに全然違ったわ。絶対開くと思うんだよ。これ狙いたい。ナイス、オッケー。ひぃー、マジか。なに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 、やばい、こいつ逃げないんだけど。お前男として、はい、ナイス、オッケー。幽霊のくせに花山薫のような戦い方してやがる。行こう。来た。何ここ、え、何これ、今まで死んだ双子のお地蔵さんとかかな、ぽくない、なんか、うーわ、怖っ。お姉ちゃん、休ませて。あー、そっか、姉ちゃん大丈夫、疲れてるもんね。大丈夫だよ。いや、わかる、ストーリーめっちゃ気になる。こっからどうなるんだろう。この村の儀式には双子が深く関わっている。近年双子の順番について、先に生まれた方を兄姉とするという大政官府国が出された。地方ごとに違う双子の兄弟の順はこの日を境に先に生まれた方が兄姉になると定められた。この村の儀式に関わることであると思われたため、祭主に聞いたところ、しきたりはしきたりだと一生に付されてしまった。この村では古いしきたり、後に生まれた方が兄姉、え、そうなんだ。で、儀式が執り行われる。え、そうなんだ。昔って逆だったってことこれ。なるほどね。後の方が兄、なんでなんだろう。これ風車、あ、スバルまださ風車持ってなくね。何があっても、何、ねえ、もうすごい瞳孔開いてるじゃん、ミオちゃん。帰れるから。そうだよ、帰ろう一緒に。え、次最終章、最終章だ、赤い蝶。上の神社に行けば村から出られる。そうだ、出よう。行け行け、もうさっさと帰れ、さっさと帰れ。何、
これあれかな、再現なのかな。はっ、お前ら、お前らマジでよ、お姉ちゃん返してもらうかんな。やばいよ、なんかめっちゃ重いんだけど。やばい、 Wii U が限界迎えてる。めちゃめちゃ重い。なんだこれ、え、めっちゃ、あ、敵が多いせいで処理落ち嘘だろ、 Wii U くん。やばい、またフィルムがない。お姉ちゃんは、お姉ちゃん、もうまた脱獄しちゃった。お姉ちゃん、さえとやえのあれなんだろうな。さえとやえが逃げるときもあんな感じで捕まっちゃったんだろうね、多分。いる、誰、え、誰、え、君誰、ちょっと。村から出る地下道は開いている。今なら村から出れる。でもお姉ちゃんが、は？やばくない？これ逃げるわけなくない？ちょっとね、やば、やばすぎ。は？いいえ。あ、これ分岐もしかして。ここで一人で逃げる。まあじゃあお姉ちゃん探しに行くか。このままじゃいけないもんね。お姉ちゃんどこにいるんだ？連れてかれたってことは、あ、双子の家か。でも今日儀式の日だから、もう儀式の場所かな。ヒントかな。はいはいはい、ここね、最初の屋敷だ。うわー、これマジどんなエンディング、エンディング想像つかなすぎ、マジで。はあ、どうか二人でハッピーエンドで終わりますように。よし、お姉ちゃん帰ろうよ。あ、もう重なっちゃってんだ。まあ村の人も必死だよな。なわけねえだろ。お姉ちゃん、よくないでもさ、子供の頃からさ、お前はこうなるんだよ、お前はこうならなきゃいけないんだよってさ、周りの人からさ、親とかに言われたら、それはさ、そう思うよね。いやでも、もう洗脳だよな、ここまで。むむ、これはあからさますぎる。なんだこれ。あ、違う、アイテムじゃなかった。そんな甘くなかった。小さい頃、村の外を流れる川に一度だけ遊びに行った。その時二人でした約束、ずっと一緒だって。私たちはいつまでも二人一緒にいよう。村の外にいてもずっと一緒に。ずっと私が守ってあげるから、八重。私たちはずっと一緒だと約束した。でも私は体が弱いから、いつかお姉ちゃんについていけなくなる。置いていかれるかもしれない。お姉ちゃんと心が離れていくのが怖い。生きていくほどどんどん離れていく気がする。生まれた時はぴったり一緒だったのに。それならいっそ一つになりたい。お姉ちゃん、八重と一つ。なるほどなぁ。さえちゃんはさ、もうなんか死んでも、なんか一緒にいれたら死んでもいいやって感じだったのかな。そうすればずっと一緒にいられる。まあこのさ、この話自体が、殺された側の人間は蝶になって、殺した側と一心一体になるみたいなさ、考えを持ってるから、なんかさえちゃんはもうそれでもいいんじゃんとか思ってたのかもね。蝶々についていこう。いるね。いや、これ、はい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 、絶対来ると思った。もう、Wii U くん、重すぎ、マジで。もう、ずっとせいから、フィーンって言ってるからさ、もう、絶対来ると思ったわ。ここだ。ここってあれじゃん。ちょうちん部屋じゃん、ちょうちん部屋。え？あ、お姉ちゃんだ。え、やばいね。見えちゃう、見えちゃう、見えちゃう。いろんなものが見えちゃう。ちょっと待って、でも。やばい！ちょっと、あ、ここあれだ、あの2人でさ、2人で開くドアのところだ。ここ草じゃねえよお前。一緒に行きましょう。あー、でもなんかもうマジで、もう全員がかわいそうじゃん。止めに行かなきゃ。この悲しみの連鎖をスバルが断ち切る。ナイス。
この村にいればいつかお姉ちゃんは帰ってきてくれる。一人でも蝶になれるのかな。そうすればずっとこの村にいられる。蝶になったらずっとずっと待ってる。小さい頃約束してたあの場所で。ん？1ページ目何も書いてない。きっときっと見つけてくれる。だからもうやっぱさ、さえはさ、蝶々になりたくなってもいいなって思ってたんじゃん。そうだ、ここ外に出れる。見て、あの妹、お姉ちゃん右だったけど、スバルの時は左に蝶々がいる。だから妹は、妹っていうか、スバ…やっと来てくれた。八重じゃないです。これ思ったんだけどさ、お姉ちゃんは、ん？八重は、え、これそれぞれがそれぞれ待ってる人違うね。待ってたのよ。そんなこと言われても。ここラスボスか。ここってなんかさ、儀式の、そうそうそう、ここね、なんか吊るされてんだよ、上から。この縄、縄なんちゃらが。え、アイテムあった、くそー、くそーか、アイテム、あーかん。え、待って、人じゃん。え、これマレビトじゃん。マレビト、え、あれって民族学者だったの。あそこで釣り上げられてんのってマレビトだったんだ。うわ、マジか。扉の奥から冷たく重い空気が流れ出ている。どうやら扉の先は地下につながっているようだ。お姉ちゃんはこの先に行ってしまった。この先、儀式が行われていた場所。ここから先にはセーブポイントがあります。行きましょう。こんなこと言われてさ、逃げれるさ、人ってさ、いないと思うんだけど。もうミオとちゃんと八重の区別がついてるから。大丈夫だ、絶対に二人で逃げるぞ。もう、いや、サエとさ、お姉ちゃんの人格が一緒に住んでるから。サエちゃんはさ、もう殺してほしかったでしょ。お姉ちゃんと別れるのが怖すぎて、置いてかれるのが。ちょ、逃げちゃった、逃げちゃった。デンプシーロール！もう昨日のさ、リングビートで腕やってるから、もうデンプシーロールにも限界が。え、逆走してるくね？おい、逆走してるじゃん、これ。逆走デンプシーロール。あー、腕がもう限界なんじゃん。こんな地下で儀式してたの？
わ怖っ、うーわ怖っ、なんだこれ、穴じゃん。頑張って掘ったねこれ。今日のスバルめっちゃ白い。させるか一つに。うわすげえ、やば、ねえ鳥肌やばい、鳥肌やばい、景色の間だ、ここで、こんなところで殺し合うの、あこうやって首を絞めるんだ、お姉ちゃん、儀式したくない、二人でするの、なんかやだこれ、え、あ、この奥ってこと、この奥に行くってこと、うわなんかこの太鼓の音いいな、行こう、行くぞ、これラスボスでしょう。え、降りてったんだ。これ。もう。何？あ、一人でさえちゃんが一人で儀式をさ、さえだけでもっつってさ、連れてかれたんだよ。この穴の中に入れられたんだ、覗き込んじゃいけないのってここだ、この穴だ、でも失敗したんだこれで、それで大償いが起こったんだ、これ爆発じゃない、大償いだったんだ、何？おいやばい、ちょっと待って、これ白黒ってことはワンパン死にやつじゃないこれ、よし、は全然食らわないじゃん、見えた、こいつだ、 HP 回復し、やばい、今これ鏡割れた音でしょ、いやマジやっぱワンパンで死ぬじゃんこれ、即死じゃねえかよこれ、しゃー、いやーマジで、そんな鬼みたいなことある、やばい喋れん、やっぱり来てくれたね、早く来てこの下にいます、間に合わないかもしれないけど最後の時まで待ってる、来てくれると思って信じてる手紙置いてたんだ、対戦ありがとうございました、よし、
って、あいつラスボスじゃないの？あいつ、あいつラスボスじゃないの？もしかして、え、まだ終わってないの？え、ね、ラスボスお姉ちゃんパターン、もしかして。こいつじゃん、ラスボス。そんな、聞こえない？私たち一緒に生まれてきたけど、やっぱり別々に生きて死んでいく。分かってたのに、分かってたのに。お姉ちゃん、ずっと一緒だから、いつまでも一緒にはいられない。え？どういうこと？うるさ。これで一つになれる。嘘！いいよ。ハッピーエンドはあるけど、その正しい歴史じゃないってことだよね。うわ、2人で逃げ切るわって信じてやまなかったからさ、結構今衝撃がやばすぎて。でしかも赤い蝶ってお前締めて殺した手の後のことって、多分スバルこのゲームのこと一生覚えてると思うってくらいエンディングが衝撃的すぎた。なんかだってさ、今まで泣く気配とか全然ない、なんか辛いなーと思ってたんだけど、もう最後辛さが乾燥してて意味わからんすぎて、よく考えたの、こんなエンディング天才かマジで。うわ、
結局運命に飲み込まれちゃうんだっていうさ、なんか虚しさと切なさがえぐい。このゲーム、ずっと一緒だよね、約束だよね。ランクイン、ランクとか出んのかよ。ありがとうございました。あ、最後だからあれだ、蝶になったからお姉ちゃんが自分の体に宿って一つになれたエンドか。ちょっとバッテリーがハードモード、これ以上、これ以上のハードモードとか死んじまうよ。はい、ということで、つら、いやーつれー、マジでー。こういうゲームってすごい内容が残るんだよね。そう、なんか心に傷を作っていくからえ、だってこれでさ、だってこれよりもっとバッドエンドがあるってことでしょ。みんなもね、よかったらねプレイしてみてください。いや、スバルはこれね、ゲームのねエンディング回収、まあ、スバルはここでやめるんだけど、みんなねちょっと別のエンド見てみて。なのでぜひね、シンクの蝶買ってねプレイしてみてください。めちゃめちゃつらいこれいや、すごいゲームでした。ちょっとブツブツ言っちゃってごめんね。はい、ということでですね、ちょっとね、今日はこの辺で終わりたいと思います。こんなに来ると思わんかった、舐めてた正直。うーん、舐めてたわ。ちょっとじゃあ